はーいお疲れ様です元光ですす今回のお話なんですけど、自称少年革命家、ユタボンくんについてのお話なんですけど、まあ、リクエストとかもあってね、もう最近定期的にこの話題になるんですけど、まあ、スタディーでね、毎日いろいろなんかやってるから、で、今回なんですけど、こんなことやってるぞ、元光。えー、動画にしてくれっていうような話だったんですけど、ユタボンくんがね、1泊20万のホテルに泊まって、藤原達也に会ったっていうね、動画上げてたんですよ。え、マジ えー、一泊二十万もすごいんだけど、藤原達也にあったろっていうことで、めちゃめちゃ話題だったんですけど、ただ、これやっぱ釣りサムネだったんだよね。釣りかよっていうようなことで話題になってるんで、今回もね、見ていこうかなと思います。ただね、まあ、釣りサムネで、しっかりと再生数稼いでんじゃん成功してんじゃんっていうことでね、話題にもなってます。見ていきましょう。もっとみつのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ見ていくんですけど、まずはね、まあ,あの恒例のゆたぼんくんの最近の緊急報告。 見ていこううと思うんですけどまずこちらね日本を何周もしてる人がおった山田秀重さんっていう画家の人大先輩やで人生は冒険やっていうことでね同じように日本一周を何回もしてるよっていう人がいたらしいんですよその人に出会ったっていうことを報告してるんですけどただ言葉遣いだよね、まあ、こんなね、えー、日本を何周してる人がおったとかってめぐいの人へのなんか、ま、敬語とかないのかって、うん、ちょっとねあのこ,こと細かくはなりますけどおかしくれっていうのはね、まあ、もちろんすぐ突っ込まれてるんです めちゃくちゃ仲いい人ならともかく初対面の人に対して「おったですか揚げ足取りみたいですが失礼すぎやしませんかこれも父親の立派な教育の成果ですね」ってうまあユタボンくんの言葉遣いに、まあ、批判があるのもそうなんですけどただその教育を受けさせてるお父さん「おいおい何してんだよ」って、うん、こういうところにちょこちょこ出てんだよっていうことをねこの人も、ね、ツイートしてますねまあその通りだと思うんですよね人に出会って「おったわ」みたいな「なんじゃそれ失礼すぎるだろう」っていうことでこちらもねいいでさせて頂きます。 もとみつね、ツイッターもやってるんで、もしよかったら、フォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。まあ、ということで、まあ、1つ目ね、こういうことがあって、他にはこんなことね、えチャンネル登録者266万のア,ボアブロードインジャパンさんともあったよって、まあ、これが今回、その釣りのサムネで使われてる動画の中で関係してる人なんですけどね、まあ、こういうこともやったよとか、あと他にはこちらね、えー、道の駅、いろんなところで、今日で8日連続車中泊。車中泊も慣れてきたから、毎日ぐっすり出れるって。 なんかやたらこの間からそうですけど車中泊をめちゃめちゃアピールしてくるんですよ。えって、うん、言わなくてもいいことじゃないってむしろこれ結構危険なことだからねって今めちゃめちゃ暑いし子供をあのを、ーね、8日連続で車中泊させてるってどんな親だよってなっちゃいますからね。言わない方がいい方がのに っててやたら炎上してるんですよね、まあ、こんな意見とかもあるんですよね。それに対して。待て待て、言うたもん。エアコンのないあの荷台でこの真夏に、そんな分厚い掛け布団で車中泊したら、確実に危ないぞもうホテルに泊まれってっていうね、そんなツイートがあるんですけど、他の人のね。も、ま、う、あ、これがインスタで、なんかストーリーっていうのかな。まあ、24時間で消えるもので、ここで車中泊してる様子っていうのが出てるらしいんですけど、ただこれ、まあ、このために撮ったんじゃねっていう感じがするんですけど、ね、こんな暑い布団 今のね、あのー、気温の暑い中で、寝てるとは思えないんですよね。まあ、ここら辺もアピールなのか、何なのか分かんないですけど、車中泊してるぞーっていうのをインスタで上げてるらしいんですよね。ただ危険だよね、ここに書いてる通り、普通に。 うん、だって車の中で、まあ、その最悪なことになった人たちちょこちょこいるわけじゃないですかこれやばいよって、うんまあ、車にエアコンついてたら別なんだけども、まあ、こちらもねいいねさせていただきますねということでやたら車中泊をねアピールしてくるんですよねそれにはやっぱこういう見方もできてね車中泊をしていることをユタフォンが頻繁にアピールしている理由は同情を買ってホテル代や支援してもらうためやと推測ということでこの間からその「乞食活動してんじゃねえのか」って疑惑が上がってるわけだからこうやってお金ないアピールをして でんじゃねえのかっていう風に、まあそう捉えられてもしょうがないよね。で行く先でご馳走してください、ご馳走してくださいって、うん車中泊してる割にはどんどんねあのー、ちょっと声ちゃってきてるもんね。今いっぱいでご飯食べすぎて、で噂では車中泊してないらしいって、まあ。 んなんだろうね、噂ではね、まあ、これ、アピールしてるだけで嘘だっていう話もあるんですけど、まあ、それはそれで、まあ、ユタボンくんの体調のこと考えると、まあ、ホテルとか泊まってる方がまだマシなのかなって思うんですけど、なんでこんなアピールするんだよって思いますよね。こちらもいいでさせていただきますね。まあ、こういう意見とか出てもおかしくないと思います。で、まあ、こんなこと言ってて、で、次ね、これ、長野県のわさびソフトクリーム、めっちゃツーンってしたけど、これもスタディアシ大冒険やちょっちゃつらって。 あのねほんとこの間かそうだけどスタディの,あの使い方めちゃくちゃだよねめっちゃ使ってるんですけどわさびのソフトクリーム食べてツーンってしましたこれスタディやって浅はかすぎだろちょっと <laughs> こういうのさもうちょっとこうお父さんたちも何か言ってあげないのかな <laughs> まあここらへんがいかに、まあ、その学校で えー、いろいろ教わってるか、まあ、感想文とか書くとかもそうですけど、この一言をどうね、あの表現できるかっていうのも教えてもらってないんじゃないのかなと思いますね。とか、あと他にもね、松本城でスタディーって、だから何をスタディーしたんだよって、言っただけじゃねえかよって、写真撮ったらスタディーだと思ってるのみたいなところもあったりしますよね。まあ、こういう近況報告ね。まあ、ここあ、さらにまだあるね。今日で、えー、9日連続車中泊じゃんって、でもう1日単位で、車中泊の。 報告し始めるんですよ。マジでこれ何のためにあんの？<laughs> <laughs> で、他にはね、まあ、神社行ってきたよとか、いろいろあるんですけど、まあ、こんだけね、1日2日こうやって報告するだけで、めっちゃツッコミどころあっさりなんですよね。そして、今回のメインのネタなんですけど、こちらですね、ゆうたぼんくんが最新の動画で、1泊20万円のホテルに泊まって、藤原達也に会ったぞーって動画上げてるんですよ。ここ最近で、まあ、ここ最近だけでもないか、あの釣りサムネでめっちゃ上げてて、ついにね、藤原達也に会ったぜーとかって言ってるんですけど、これ、まあ、実際は会ってないんですよね。まあ、その時の動画がこちらに あるんですけどあの1泊泊万のホテルに泊まったよっていう話は、まあ、本当っぽいんですけどこの方堀さんっていう方でいろいろと、まあ、格闘技とかも経験あったりとかいろいろねやってる人なんですよその人がホテルに泊めてあげるよっていうのが1泊20万円のホテルだったわけなんですよでそこにねあのこ,のこ,のこの藤原達也のモノマネする人かな芸人なのか、まあ、その人を呼んでてそこでなんかあの藤原達也に会ったぜとかっていう話をしてるんですよ、まあ、なんだろうね うん、まあ、軽いジャブみたいなあの釣りネタかもしれないんですけど、ユタボン君は釣りサムネよくやるんで、またかよみたいな感じで、まあ、信頼落ちてるところはあるとは思うんですけど、まあ、現状でね、結構再生数伸びてるんですよ、これ。11倍にしては1.4倍再生って。ここ最近のユタボン君の動画とかに比べたら、めちゃめちゃ再生されてる方なんですよね。スタディー号の中でも一番勢いあるんじゃないのかなって思ってます。まあ、この間とか、まあ、これね、釣りサムネにした後ね、タイトル変えたりしてるんで、今までにも釣りサムネ何回かあったんですけど、 まこういうことをやってて、ただ、あのー、最近にしては再生されてるものの、ゆたぼんくんのチャンネル15万人登録者いる中では、ちょっと少ないかなって。うん、とはいえ、まあ、少ないなりに、今回、ツリー動画がそれなりに成功しちゃうんですよね。まあ、こういうことばっかやって、今後もね、動画上げていくのかな。普通にスタイリングでいいことして上げていけば、自然と再生数伸びると思うんですけどね。なんでなんだろうね。まあ、ということで、いろんな人の意見も見ていこうかなと思うんですけど、見てないから内容知らんが、これも そのうちタイトル変えると思うっていうことで釣りタイトルね、藤原達也にあったっていうのも、そのうちまたタイトル変えるんでしょって、まあ、最近そういうことばっかやってるんで、この間警察に、えー、捕まってスタディー号終了みたいなこともやってましたしね。まあ、とにかく、ま 今回はちょっと成功しちゃったんですけどね。まあ、こちらもいい例させていただきますね。とか、あと、ユタボンの動画全く伸びてない俺なりの考察ということで、この人考察してくれてるんですよ。1、動画が本質的につまらん。<laughs> ユタボン嫌いやから見ない。アンチ思考。釣り、えー、炎上ばっかで信用失った。まあ、結構これ多いんじゃないですか。昔からよくね、釣りサムネとか、釣りタイトルとか上げてるんで、炎上ばっかで信用失った。やっぱずっと釣りばっかしてると、うん、釣りサムネだとかしてると、やっぱ信用失って 見抜きなくなるんですかねであと4番がねユタボンを批判する動画の方が断然で面白い <laughs> これやばいねあの一 僕についての動画あるんですけど特に YouTube とかユタボンって調べてもユタボンんのチャンネルより先に他の人の動画出て,って,出てきたりするんですよねそれ結構元光はね調べるたんびにちょっと笑っちゃうんですよこれで5番動画を再生したくないもうこ,れこれも元光の動画とかに結構こういうコメントあるんですよあのユタボンんのチャンネルは見たくないだからねこういうね進捗動画助かるみたいなのもいっぱいあったりするんでねかな全部濃厚な理由やけど個人的に345が理由で ではということでここ結構元道は重要なんじゃないのかなって思いますけどね、うん、こちらもいいねさせていただきますねとか他にはね炎上芸や炎上系ってやっぱ数年経ったらおわこになるんだなって、まあ、長続きしないよって言っててユタボンさんの動画が崩壊したのを見てると諸行無常だなと感じたしかしユタボンさん YouTube チャンネル崩壊したらもう何もできなくなるんじゃないかなってそうだよねこの後普通にね政治、まあ、になった場合どういう生活していくんだろうね うんまあ、そこら辺でやっとお父さんの教育がどうだったのっていうのがはっきり証明されると思うんですけど、まあ、まあユタボンくんうんぬんというよりは本光はねお,あのお父さんの教育がどうだったのっていうところにね注目していきたいかなと。 思います。まあ、炎上系もさすがに長続きしないよっていうお話でした。今回も釣りサムネでしたね。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。